中山足球場は台湾台北市中山区にかつて存在したサッカースタジアムである。台湾が日本統治下にあった1923年に丸山運動場として建設された。丸山運動場は野球場やテニスコート、陸上競技場などの運動施設が集まっていた。丸山野球場は1923年から1941年まで 行われていた全国中等学校優勝野球大会の台湾大会のメイン球場として使用されていた。第二次世界大戦後、中華民国が統治するようになった後は丸山野球場として利用されていたが、1989年にサッカー専用スタジアムへ変更された。ただ、台湾のプロサッカーリーグである台湾インターシティフットボールリーグの規模が 当初の予定よりも小規模なものに止まっていたため、サッカーの試合よりもコンサートやイベント会場として利用されることが多かった。日本のアーティストでは TK パン、パシフィックツアー97インタイペイ、ルナシー、ラルクアンシエルがイベントライブを開催した。2007年に閉場となる予定であったが、2009年の夏季デフリンピックやワールドゲームズ2 0 0 9に向けて、 台北陸上競技場及び高尾国家体育場の改修工事が予定されていたため平常を1年遅らせて 2010FIFA ワールドカップアジア予選及び AFC チャレンジカップ2008予選大会の会場として用いることになった2008年11月28日に平常した現在は丸山公園として台北国際花の博覧会の会場の一つに なるなど、様々な用途に用いられている。スタジアムの収容人数は2万人。インターシティフットボールリーグに所属する大同族球体がホームスタジアムとして使用していたほか、サッカーチャイニーズ台北代表もホームスタジアムとして使用していた。地下鉄台北都市運搬水線の丸山駅すぐ側。ありがとうございます。